カトリック大学校は、軽軌道、富川市駅国二道山43から1に本部を置く大韓民国の私立大学である。1947年に設置された。大学の略称はクークカトリック大学校は1855年10月に、中世道帝川郡に、メストレ、ヨゼフ・アンワス神父が設置した聖ヨセフ人学校が始まり。 開校当時は信仰の自由が保障されておらず、ハンスンフを避けて包み川軍に学校を建てたのだが、アサフツ修行条約が結ばれた後、1887年にハンスンフ元行寺に移転し、イエス製新進学校となる。また、1936年に聖母病院を開院する。1945年2月、イエス製新進学校は、 慶城天守公共神学校に改名される。朝鮮解放後の1947年、慶城天守公共神学校は、精神大学に昇格、改編される。初大学長には小根区が就任した。1959年2月、精神大学はカトリック大学に改名される。一方、1954年、医学部が設置され、 1962年6月には、カトリック中央医療院が発足、病院としての機能も拡充され、その後も、付属病院が増設されていく。また、1954年に設立した聖ヨセフ、看護高等技術学校が1962年に、看護学科として付属した。1964年1月、カン・ンウォンド護ュン仙市に、 精神女子大学を設置する。精神女子大学は1975年、軽機道富川市に第二校舎が建てられ、1982年に富川校舎に完全移転した。1994年、学校法人カトリック学園を設立する。1992年、カトリック大学は総合大学に昇格し、カトリック大学校となる。1994年、 精神女子大学を吸収合併する。現在、精神キャンパスでは進学を、精医キャンパスでは医学を、軽機道富川市の精神国際キャンパスでは、その他すべての学問を学べる。精神国際キャンパスが現在この大学の主となっている。精神国際キャンパス精神キャンパス精医キャンパス、韓国語教育センターは、いわゆる語学堂であり、2006年3月に、 精神国際キャンパスで設立された。充実した講義、少人数クラス、体系的な課外学習活動と文化活動、学生サークルと連携した多様な特別活動プログラムなどがあり、効果的な韓国語学習の場を提供している。韓国カトリック大学の寮は、カーディナル・キム・ソー・ファン・インターナショナル・センターと呼ばれ、精神国際キャンパス内に位置している。 韓国カトリック大学に入学、または交換留学をする外国人は、自動的にこの寮に入居することができる。日本、中国、台湾、アメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリア、ロシア、ベトナム、イタリア、インドネシア、チリ、フランス、フィリピン、モンゴル。ありがとうございます。